ニューヨーク市の交通では、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市における交通について説明する。1807年のマンハッタン区におけるグリッドプランニューヨーク市は、アメリカ国内で最も人口の多い都市であり、世界最大の路線網を持つ地下鉄であるニューヨーク市地下鉄を筆頭に、ジョンカイ・ケネディ国際空港やラガーディア空港、ニューアークリバティ国際空港、 スチュワート国際空港といった代償様々な空港群、ニューヨーク市内5つの地区に張り巡らされた広大なバス路線網、ロープウェイ、市内を多数走る黄色い車体のタクシーなど多くの交通機関が複雑に張り巡らされている。ニューヨーク市における交通の歴史は、 オランダ植民地時代のニーアムステルダムの港から始まった。港にはいくつかの道路が接続しており、そのうち周囲の都市との通勤に使われる道路は、ピーター・ストイフェさんとの命令により1658年までに舗装された道路もある。第二次産業革命はニューヨークの交通機関の発展にもつながった。1825年にエリー・ウーンガが開通すると、 ニューヨークからヨーロッパへ向けての開運が盛んとなり、1867年から1904年にかけては、高架鉄道と地下鉄が建設され、1904年に地下鉄の初列車が運行された。実用的な自家用車が登場し始めた1930年頃からは、都市に新たな変化が訪れた。特に1927年に開通した。 ニューヨーク市マンハッタン区とニュージャージー州、ジャージーシティを結ぶホランドトンネルにより、交通機関のあり方は大きく変わることになった。人々の移動手段が、鉄道などの公共交通機関から自動車へと移り変わる時代となり、多数の道路やトンネル、橋が建設されるようになった。特に、マスタービルダーロバート・モーゼスが百十六マイルのパークウェイ、その他多数の主要道路、 7つの大きな橋を建設し、ニューヨーク市の道路網の拡大に大きく貢献した。2006年のニューヨーク市で通勤に公共交通機関を利用する労働者の割合と、アメリカ国内主要都市における交通機関での移動時間の平均ニューヨーク市は、他のアメリカ国内の主要都市に比べて市民1人当たりの自動車所有台数が少なく、公共交通機関が重要視されている。 2006年のニューヨーク市における労働者が通勤に公共交通機関を使用する割合は54.2%と非常に高くなっている。アメリカ国内にいる鉄道員の約3分の2はニューヨーク市とその周辺に住んでいるほどに公共交通機関の利用率が高くなっている。このためニューヨーク市は市内全家庭のうち半数以上が自動車を所有していない。 唯一の都市となっている。戦術の通り、ニューヨーク市は公共交通機関の利用率がズバ抜けて高いため、エネルギー効率が非常に良い都市の一つとなっている。今日のニューヨーク市におけるガソリン消費量は1920年代の全米平均とほぼ同じ数値となっている。ニューヨーク市は公共交通機関の利用により二千六年には約十八億ドル分の石油を節約し、 46億ドルのガソリンを節約している。この数値は全国で公共交通機関により節約された石油のうちの半分を占めている。使用石油量の減少により1年あたり約1180万メトリックトンの二酸化炭素の排出を抑えることに成功している。ニューヨーク市は市民一人当たりの二酸化炭素排出量が2005年において アメリカ国内で4番目に低い都市とされ、これを上回るのは、ホノルル、ロサンゼルス、ポートランドの3都市のみとなっている。日曜午後、ニューヨーク市地下鉄海警等の列車に乗る人々また、都市における環境がその場所に住む、人々の通勤方法に差を作ることが分かった。コロンビア大学の科学者が、市の5つの区域の大人13,102人から、通勤方法を聞き、 通勤方法と住民の居住区を調査すると、ニューヨークの建設環境と公衆衛生との相関関係を発見した。人口密度が高いが、歩行者に優しい街づくりが行われている地区に住む、ニューヨーカーは、他の地区に住むニューヨーカーよりもボディマス指数が大幅に低く、同じく人口密度は高いが住居の他に、商業店も一市地下鉄駅やバス停が近い位置に住む、 ニューヨーカーは BMI が高いことが分かった。ブルックリンとスタテンアイランドを結ぶベライコールなローズブリッジニューヨーク市で働くすべての労働者のうち地下鉄を利用するのが41%、単独で自動車利用が24%、バス利用が12%、徒歩が10%、通勤電車が2%、相乗りで自動車利用が5%、タクシー利用が1%、 自転車利用が0.6%、フェリー利用が0.2%となっている。ニューヨーク市内の54%の世帯は自動車を所有しておらず公共交通機関に依存している。アメリカの大都市では車文化が一般的であるが、ニューヨーク市は公共交通機関が車にとって変わっている。特に地下鉄は選挙に出る 政治家が地元の有権者と会う場所として重宝されているほか、路上ミュージシャンにとっても地下鉄施設内は、多くの人が行き交うため魅力的な演奏場所となっている。毎週のようにクラシックやケイジャン、ブルーグラス、ジャズなど、多数のジャンルにわたる音楽を100名以上の奏者たちが、ニューヨークミュージックアンダーソンプログラムの下で、ニューヨークシティトランジットオーソリティが認可した150、 以上の公演を地下鉄施設内の数十の場所で行っている。ニューヨーク市には370万人の労働者が雇用されており、そのうち56%はマンハッタン区で雇用されている。マンハッタン区で働いている人のうち30%がマンハッタンから17%がクイーンズから16%がブルックリンから8%がブロンクスから 2.5%が、スタテンアイランドから出勤している。また、ロングアイランドのナスオー軍からは4.5%、サフォーク軍からは2%、ウエストチェスター軍からは4%が通勤している。ニューヨーク州外からは、ニュージャージー州のバーゲン軍とハドソン軍から5%、コネチカット州、フェアフィールド軍からごくわずかな人数が通勤している。逆に、 ニューヨーク市内から市外への出勤は、ナッソー郡に3%、ウエストチェスター郡に1.5%、ハドソン郡に0.7%、バーゲン郡に0.6%、サフォーク郡に0.5%が通勤している。ニューヨーカーは、公共交通機関を利用して、通勤時間帯に平均1時間27分を過ごす。また、このうち31%は、 毎日2時間以上乗車している。公共交通機関の停留所や駅での平均待ち時間は15分であるが、乗客の23%は平均20分待っている。公共交通機関に乗る人が一度の通勤で乗車する平均距離は 9.5km である。7番街に面したタイムズスクエアマイナス42丁目、ポートオーソリティバスターミナル駅入口ニューヨーク市内の 公共交通機関の大部分はメトロポリタントランスポーテーションオーソリティが運営している。または2006年8月に国勢調査データを使用し近年のバス、地下鉄、通勤電車の利用率の上昇が人口増加率よりも高くなったことを報告した。ニューヨーク市内いくつかの地区では輸送力不足や公共交通機関の未整備など問題点もあるが、 このような数値が出るということは、多くのニューヨーカーが多少の不便は承知の上で、自動車ではなく公共交通機関を積極的に利用していることを表している。または、ニューヨーカーが公共交通機関を積極的に利用している理由について、1993年のメトロカードの導入、及び2000年以降の2800台以上の老朽化した車両の置き換えに起因していると、 考えている。1995年から2005年にかけて、市内のバスと地下鉄の乗客数は36%、増加し7%の人口増加率を上回った。郊外では、メトロノース鉄道とロングアイランド鉄道の乗客数が14%増加し郊外の人口増加率の6%を上回った。また、2008年には燃料価格の高騰と観光客、 住民の増加により、バスと地下鉄の乗車人数は2007年に比べて、年間3.1%増の約23.7億人に達した。これは1965年以来最高の乗客数となっている。また、2013年にはニューヨーク市の地下鉄の乗客は17億人で、1946年以来最高の乗客数となっている。しかも、 ハリケーンサンディの影響により一部路線の閉鎖が行われていたのにもかかわらずである。なお、同年の市内バスの乗客数は8億300万人であった。ニューヨーク市地下鉄に乗車する人々。多くの人の手には、新聞が握られている2005年撮影毎日500万人を超える人々が地下鉄に乗り、大きな駅では多数の乗客が行き交うため駅には、 商業施設が入っていたり、路上ミュージシャンなどの娯楽活動、政治家による政治活動の舞台としても使われている。スタテンアイランドを除いた多くの都市の人々は24時間運行している地下鉄を主な交通手段としている。また、地下鉄は小さな町から選挙に出る政治家の貴重な政治活動の場として重宝されている。ほか、 戦術の通り多くのミュージシャンが施設内の多くの場所で色々なジャンルの音楽を演奏している。ミュージシャンには楽譜を持ち演奏する者や即興演奏を行う者、演奏の見返りで寄付を求める者まで多くのミュージシャンがいる。しかし、バスカーズと呼ばれるニューヨーク市交通局から演奏の認可を受けていない不正な奏者も多くいる。また、ミュージシャンや 政治家の他にもう一つ地下鉄に恩恵を受けている会社がある。それは地元の新聞業界である。ニューヨークで観光されている日刊四角市の読者の大部分は通勤中に列車内で読んでいる人々が占めている。現に2005年12月に3日間行われた地下鉄ストライキの期間中は新聞の購入数が大幅に下がっており、 市民の通勤と新聞は深く結びついていることが強調されることとなった。また、地下鉄はミスコンテストやゲリラシアターの舞台としても使われている。ミスコンはまたが主催しておりコンテスト名をミスサブウェイコンテストといい、1941年から1976年にかけて行われたほか、2004年にもコンテスト名をミスサブウェイと改め開催された。 一部の地下鉄駅及び通勤電車の駅にはアートワークが設置されている。それらは壁に直接描かれたものや天井に設置されたもの、ステンドグラスなど様々なものである。59丁目、コロンバスサークル駅の入り口ニューヨーク市における主な交通機関は鉄道である。マンハッタンの中心業務地区へ向かう買い物客のうち、自動車を利用する人はわずか6%となっている。 市内の地下鉄とバス全線と3つの通勤鉄道網のうちの2つを運営しているまたはニューヨーク最大の公益法人となっている。1995年から2005年にかけて交通機関の利用者は36%増加、年間輸送人員は22億人で人口増加率をはるかに上回っている。2006年9月の平日の平均地下鉄、 利用者数は576万人であり、平日の平均地下鉄、バス利用者数は761万人であった。高速輸送鉄道をまた、ニューヨーク市地下鉄、IND6 番街線、ブロードウェイ、ラファイエットストリート駅。ミュージシャンが演奏している、ニューヨーク市の地下鉄は総駅数424駅という、世界最大の地下鉄網で、年間旅客数では7番目となる。 この地下鉄はアメリカ国内ではボストンの地下鉄の次に作られた2番目に古い地下鉄である。2002年には毎日480万人の乗客が地下鉄を利用している。2013年には地下鉄が17億両以上の車両を納入し、平日は約550万両、土曜日は約320万両、日曜日には 約260万両が平均で運行されている。特にガソリン価格の上昇と地下鉄のエネルギー効率の良さのため、ここ数年乗客数は一貫して増加している。ニューヨーク市内の鉄道は市民の大きな足となっており、ニューヨーク市地下鉄突破ストレインは24時間運転している。市内を走るニューヨーク市地下鉄の25個の系統は、 スタテンアイランド鉄道線を除くすべての地下鉄路線を24時間運行している。地下鉄の乗客は運賃をメトロカードで支払っている。メトロカードは地下鉄のほか、その他の市内の高速輸送システムやバス、ルーズベルトアイランドトラムウェイでも使用することができる。メトロカードは過去に使用されていたトークンの代わりとして開発され、トークンはメトロカードの導入と共に廃止された。 パス、パストレインのワールドトレードセンター駅港湾公団ハドソン側、横断公社、略称パス、通称パストレインは、マンハッタンとニュージャージー州のジャージーシティ、ホーボー県、ハリソン、ニューアークを結ぶ4路線を運行している高速輸送鉄道である。マンハッタン、ニュージャージー間の主要な交通機関となっているパスは、平日に4路線合計で24万人の乗客を、 輸送している。一部の駅はニューヨーク市地下鉄やハドソンベルゲンダイトレイルの駅と隣接しているが、双方を行き来する無料の連絡通路はなく、乗り換える場合は必ず改札を出て再度入り直す必要がある。また、ニューヨーク市地下鉄と同様に24時間運転となっている。パスはもともと1908年に主有企業であるハドソンマンハッタン鉄道として開業し、 1962年以降は、ニューヨーク・ニュージャージー公安公社によって運営されている。空港連絡鉄道、ジョン・カイ・ケネディ国際空港へ向かうエアトレインジョン、カイ・ケネディ国際空港とニューアークリバティ国際空港へは空港連絡鉄道が運行されている。ジョン・カイ・ケネディ国際空港の空港連絡鉄道は、エアトレイン JFK と呼ばれている。これは、 同空港とニューヨーク市地下鉄及びクイーンズの通勤電車網を結ぶ総延長8.1マイルの新交通システム路線で空港ターミナル間の無料輸送期間も兼ねている。このため空港内から乗り空港内で降りる場合は運賃はいらず空港外から乗る場合は5ドルの運賃が必要となる。2006年には約400万人がこの鉄道を利用しており2005年に 比べて、約15%乗客数が増えている。ニューアークリバティ国際空港への連絡鉄道は、エアトレインニューアークと呼ばれている。こちらは、同空港とアムトラック及びニュージャージートランジットの北東海路線を結ぶ、総延長1.9マイルの小座式モノレール路線である。通勤鉄道はアメリカ国内で2番目に混雑する駅とされる、 グランドセントラル駅ニューヨーク市の通勤鉄道網はアメリカ国内で最も広範囲にわたっておりニューヨーク都市圏ではおよそ250の鉄道駅と20の路線が年間1億5000万人の通勤者を輸送している郊外から市内へ向かう鉄道は大きく2つの会社が運営しているロングアイランドからのロングアイランド鉄道とコネチカットとハドソンバレーからのメトロノース鉄道を またがハドソン川西に広がる路線網をニュージャージートランジットが運営している。これらの鉄道はマンハッタンにあるアメリカ国内で最も混雑する駅であるペンシルベニア駅と2番目に混雑する駅であるグランドセントラル駅をニューヨーク市側のターミナルとしている。さらにこれらの路線から南東ペンシルベニア交通局などに乗り換えることにより さらに遠方へ向かうことができる。都市間鉄道、アムトラックのアセラエクスプレスニューヨーク市とロングアイランドの鉄道貨物輸送は衰退しているが、アメリカ各地からの旅客列車が頻繁に運行されている。ニューヨーク市からの都市間連絡鉄道はアムトラックが担っている。ニューヨークからフィラデルフィアへの路線には毎日54本の列車が走っている。アムトラックは ニューヨークから北東海路経由で500マイル未満の各都市へ向かう場合には航空機よりも安く早く移動することができる。アムトラックはニューヨークワシントン DC マを自動車を使わずに移動する人のうち47%が利用しており自動車利用者も含めると約14%が利用している。アムトラックの高速列車アセラエクスプレスはボストンから 北東海路経由でニューヨークを通りワシントン DC までを約7時間で結んでいる。車両には車体傾斜装置がついており、カーブを高速で通過することが可能である。アムトラックの駅で最も乗客数が多い駅がニューヨークに位置するペンシルベニア駅で2004年には4400万人の乗客が利用しており2番目に乗客数の多い駅である。 ワシントン DC のユニオン駅の2倍以上となっている。夜行列車も運行されており、ニューヨーク市からシカゴ、アトランタ、ニューオーリンズ、マイアミに向かっている。マイアミへは1日2本、シャロットやサバンナへは1日1本が運行されている。シカゴへは、アップステートニューヨーククリーブランド経由が1日1本、シンシナティ経由が週3本運行されている。その他、 運行頻度の多い行き先としては、オールバニ、ボルチモア、ボストン、ハリスバーグ、フィラデルフィア、プロビデンス、ワシントン DC などがある。また、カナダのトロントやモントリオールへ向かう、国際列車も運行されている。バスまた用の新しいバス車両 MCID4500 を、クイーンズのラガーディアバス停車場で見る2014年、現在、 またリージョナルバスオペレーションズの5710台を超える運行中のバスは238の確定路線、62の急行路線、7つのセレクトバスサービス路線で毎日250万人の乗客を輸送し、年間7億9300万人を輸送している。またが所有するバスは市内の地上輸送の80%を占めている。ニューヨーク市は アメリカ国内最大規模でクリーンディーゼルハイブリッドバスと圧縮天然ガスバスを保有している。ニューヨーク市バスの確定路線には運行区を示すアルファベットと数字を組み合わせて系統番号としている。ニューヨーク市バスの急行路線はどの地区を運行していてもアルファベットは X となっている。また、またバスの路線もニューヨーク市バスの系統不満に準じているが、 二地区にまたがって運行する急行路線は、通常の地区アルファベットの後ろに M をつけている。ニューヨークウォーターウェイというバス会社は、市内とウェストミッドタウンフェリーターミナル及び東34丁目フェリー乗り場を結ぶ路線バスを運行している。ハンプトンジットニーとハンプトンラグジュアリーライナーは、マンハッタンの東側から、ハンプトンズ、モントーク、ノースフォークを含むロングアイランドの東端までを、 運行している。また、ハンプトン・ジットニーはローアーマンハッタンとブルックリンとの間で臨時便を運行している。1997年に運行を開始したチャイナタウンのいくつかのバス路線は、チャイナタウンとマンハッタンのミッドタウンを中心に都市間バスを運行している。 オートバスとメガバスという二つの格安バス会社は2008年よりニューヨーク市と他のいくつかのアメリカ国内の都市との間でバス路線を運行している。トリッパーバスとバムースバスはニューヨーク市とバージニア州アーリントン郡、ワシントン DC 郊外、メリーランド州ベセスダとの間でバス路線を運行している。ベストバスは9番街付近の西34丁目からメリーランド州 シルバースプリング、マナサス、ビエナ、バージニア州、スプリングフィールドの間を毎日運行しており、夏季週末に限り、デラウェア州のリホボスビーチとデューイビーチへも運行している。その他上記以外の市内の交通機関、主要交通機関のハブニューヨーク市には、多くの鉄道路線、バス路線が集まるターミナルがいくつかある。主要鉄道のハブ駅、主要バスのハブ停留所。 ロアーマンハッタンのスタテンアイランドフェリーホワイトホールターミナルビルとスタテン島フェリーアメリカ国内で最も混雑するフェリーはスタテンアイランドのセントジョージターミナルとロアーマンハッタンのスタテンアイランドフェリーホワイトホールターミナルを結んでいるスタテン島フェリーであるこのフェリーはターミナル間5.2マイルを25分で結んでおり年間1900万人以上が乗船している このフェリーもニューヨーク市地下鉄やパスと同じく24時間運行している。1日に8隻の船が合計104回運行し、約6万5000人を輸送しており、年間3万3000回以上運行している。フェリーは1997年以降は無料で乗船することができる。かつては自動車も料金を支払うと積み込めたが2001年9月11日の アメリカ同時多発テロ以降は、テロ防止の観点から自動車の乗船は不可能となっている。ただし、自転車に関しては、少額の料金を支払うことで積み込むことができる。このフェリーは単純なマンハッタンとスタテンアイランドの移動手段としても使われているが、自由の女神像のあるリバティ島の近くを通過するため、観光客の利用も多い。1980年代から、 ハドソン川とイースト川のフェリー就航が復活し、マンハッタンのほとんどの場所、特に42丁目まで定期運航が行われている。桟橋11、ウォール街、東34丁目フェリー乗り場、ウェストミッドタウンフェリーターミナル、バッテリーパーク式フェリーターミナルは主要な乗り場である。フェリーは民間キャリアとの官民パートナーシップにより運営されている。2015年2月、 ニューヨーク市長ビル、デブラシオは、フェリー輸送の乏しい地区にフェリーを延長するために、NYC フェリーを運行することを発表した。NYC フェリーの最初の航路は2017年に開業した。航路はすべてマンハッタイ区内にターミナルを置き、そこからブルックリンクとクイーンズ区まで運行しており、将来的にはブロンクス区まで延長する予定である。 ニューヨークウォーターウェイもフェリーを運行しており、ーケ圏ターミナル、ー方圏ポートインペリアル、エッジウォーター乗り場、パウルスフックフェリーターミナル、ニュージャージー州ハドソンの西岸沿いのその他のフェリー乗り場の間を運行している。また、ブルックリンとクイーンズでは、ウォール街と東34丁目の間を往復している。その他、ライタンふ頭への航路も運行している。シーストリークは、 ライタン不当へのフェリーを運行しており、ニューヨークウォーターウェイへの保管を担っている。2012年から2014年にかけては、マンハッタンの東34丁目と桟橋11、クイーンズのロッカウェイパークとブルックリンアーミーターミナルに泊まるフェリーを、平日の午前と午後、夕方に運行していた。この航路は、ハリケーンサンディによるクイーンズとブルックリンの大規模な、 地下鉄施設の被害とそれに伴う地下鉄系統の経路変更による混乱を受けて2012年後半に開始され、当初は地下鉄サービスが復旧するまでの一時的な交通手段されていたが、この航路が乗客に好評であったためその後数回運行期間を延長している。乗客や議員、役人は市に対しこの航路の運行を続けるように嘆願したが、 最終的に2014年10月をもって運行は終了した。ニューヨーク水上タクシーはイースト川を横断し、レッドフックへ向かっている。リバティ水上タクシーはバッテリーパークシティフェリーターミナルとジャージーシティのパウルスフックのリバを結んでいる。また、同社はヤンキースタジアムやゲートウェイ国立レクリエーション地域のビーチなどへの期間限定のツアーも行っている。このか。 エリストーやリバティ島への定期フェリーや、ガバナーズ島への季節運行のフェリーが就航している。また、サークルライン観光クルーゼズが、サークルラインダウンタウンとサークルライン42番街という2つの遊覧ルートを運行している。フェリーのターナミル、ニューヨーク市の交通は、公共交通機関が主役であると先日したが、街を縦横に貫く道路もニューヨーク市の特徴である。 マンハッタンの方角設計計画は都市の物理的な発展に大きく影響を与えている。特にブロードウェイやウォールストリート、マディソンアベニューのような大きな道路は劇場や金融などの略語や通称として使われたりしている。マンハッタンにはハドソン川と並行して走る道路が12あり、川に対し垂直に走る通りが220ある。歩行者や運転手にとって 道路や橋、トンネルが安全であるために、ニューヨーク市は交通規制や、照明規制を時間に応じて行っている。ブルックリン橋クイーンズイコールミッドタウントンネル、ロングアイランド高速道路の支店となっている。ブルックリン橋は、ゴシックリバイバル建築で、上部がダブルアーチとなっている、石造りの首都と斜めに張られた鋼鉄のワイヤーにより、構成されており、ハートクレインや、 ジョージアオキーフのような芸術家の作品にも多く描かれている。ブルックリン橋の市等間の長さは1596フィート6インチで完成時には世界で最も長い吊り橋であった。橋は2層からなっており、上層を歩行者や自転車が下層を自動車が通っている。また、1944年までは高架鉄道が下層に 1950年までは路面電車も上層に通っていた。ブルックリン橋の北に順に架か,かるマンハッタン橋とウィリアムズバーグ橋はブルックリン橋と合わせてインスト川を渡る有名な橋として知られている。マンハッタンとクイーンズを結ぶエドコッチクイーンズボロ橋はカンチレバーブリッジとして作られている。スタテンアイランドからはベライコールナローズブリッジがブルックリンに接続している。 ニューヨーク市とニュージャージー州、フォードリーを結ぶジョージ・ワシントン橋は、世界で最も車両交通量の多い橋となっている。ニューヨークは、トンネル建設に関しては、歴史的にパイオニア的存在であり、その象徴と言えるのが、ニューヨーク市を縦横に通る地下鉄網である。このため、ニューヨーク市にあるほとんどのトンネルは、地下鉄並びに、その他の鉄道会社のものが多いが4つだけ例外が、 ある。マンハッタンとニュージャージー州の間のハドソン川の地下を通るリンカーントンネルは1日に12万台の車両が通過し、世界で最も通過車両数の多い自動車用トンネルである。同じくハドソン川の地下を通過するコランドトンネルは、世界で初めてトンネル内の換気を機械的に行う設備が設置されたトンネルで、米国土木学会は、 国土建設計画のランドマークと見ている。その他、マンハッタンから出ている二つのトンネル、クイーンズイコールミッドタウントンネルとヒューエルケアリートンネルも注目すべき自動車用トンネルとなっている。クイーンズイコールミッドタウントンネルは、イースト側の地下を通り、マンハッタンとクイーンズを結んでいる、ロングアイランド高速道路のトンネルで、ヒューエルケアリートンネルは同じくイースト側の地下を通り、 マンハッタンとブルックリンを結ぶ有料道路である。また、ヒューエルケアリートンネルは全長9117フィートで北半球最長の自動車用推定トンネルとなっている。ブルックリン・クイーンズ高速道路鉄道やフェリーでの通勤の代替ルートとしては、ロバート・モーゼスが構想したニューヨーク近郊の高速道路網が挙げられる。週間高速道路は広範囲に広がっており、 特に週刊高速78号、週刊高速80号、週刊高速87号、週刊高速95号の4路線は主要週刊高速道路となっている。週刊高速278号と週刊高速287号は部分的な環状道路として機能しており、278号はスタテンアイランドブルックリンクイーンズブロンクスを287号は ウェストチェスター郡、ロックランド郡ニュージャージー北部を結んでいる。週間高速495号は、クイーンズマイナスミッドタウン高速道路として、クイーンズミッドタウントンネルから始まり、クイーンズブールバードとなソ総郡の境界付近で、ホラティウス・ハーディング高速道路と名を変え、最後に、ロングアイランド郊外に入ると、ロングアイランド高速道路と名を変える。 ニューヨークのパークウェイはトラックやバスなどの商用車両は通行を禁止し一般車両のみの通行を認めているがそれでもしばしば渋滞が起きているフランクリンディ・ルーズベルト・イースト・リバードライブとハーレム・リバードライブはマンハッタンの東端を総業に走るルートでヘンリー・ハドソン・パークウェイとブロンズ・リバー・パークウェイハッチンソン・リバー・パークウェイはブロンクスから ウェストチェスター軍とそのパークウェイを結ぶルートである。また、グランドセントラルパークウェイとベルトパークウェイは、ロングアイランドのパークウェイと同様の機能を有している。ラッシュアワーのマンハッタンニューヨーク市内の道路信号は、ロングアイランドシティの交通局がコントロールしており、頻繁に調整が行われ街の慢性的な渋滞を緩和している。ニューヨーカーのうち、 自動車を保有しているのは約48%であるが、通勤に自動車を用いているのは30%以下である。保有率よりも通勤利用率の方が大幅に少ないのは交通渋滞が慢性化しているためである。マンハッタンのガソリンスタンドの数は40であり、その周辺に渋滞を引き起こしている。ニューヨーク市の電気自動車保有率は、 従来のガソリン自動車の所有率に比べて低いものの2011年から2014年の間にニューヨーク市とウェストチェスターの住民に登録された電気自動車の数は約3万台を超えたニューヨーク市には200以上の電気自動車充電スタンドがあるほとんどの充電ステーションは220ボルトのレベルに充電器だが個人の家庭や職場には110ボルトの レベル1充電器もある。また、いくつかの場所では 480V の DC 高速充電器がある。渋滞料金、渋滞料金の設定は、マイケル・ブルームバーグ市長が2007年に提案した、もので、午前6時から午後6時までの間に、ミッドタウンに侵入する、一般車両から料金を徴収する、プラニーク 2030A グリーンナー。 グレーターニューヨークと呼ばれるものであった。これにより慢性的な渋滞の緩和と環境対策が進むと思われたが議会による投票は行われずそのまま立ち消えとなってしまった。ローアーマンハッタンを走るイエローキャブボロタクシーはマンハッタンミッドタウンのイエローゾーンで乗客を降ろす。イエローゾーンで次の乗客を乗車させることはできない。 ニューヨークでは13,237台のタクシーが運行されている。このタクシーの特徴的な黄色の塗装はニューヨークの目玉になっている。タクシーは民間企業によって運営され、ニューヨーク市タクシーリムジン委員会の認可を受けている。ニューヨークを多く走る黄色のタクシーであるメダリオンタクシーはニューヨーク市内のどこでも乗客を乗降させることができる。 2013年には、ボロタクシーと呼ばれる新しいタクシーが運行開始され、こちらは黄色ではなくアップルグリーン色で塗装され、マンハッタンの北部とその外側の区域でのみ乗客を拾うことが許可されている。運賃は3.00アメリカドルから始まり、移動距離と渋滞で費やされた時間に基づいて増加していく。このほか乗客は乗車中に発生した。 有料道路の通行料金なども支払う必要がある。2000年の平均タクシー料金は6ドルで、同年に支払われた運賃の合計は10億ドルを超えた。1999年以来、ニューヨーク市のタクシーは年間241万人の乗客を輸送している。2000年の米国国勢調査によると、ニューヨークの4万2000人のタクシー運転手のうち82%は、 アメリカ国外生まれであり、そのうちカリブ海出身が23%、南アジア出身が20%であった。2014年には、タクシー運転手の23.1%が、バングラデシュ出身、13.2%が、パキスタン出身、9.3%が、インド出身、6.5%が、ハイチ出身、5.9%が、アメリカ出身、4.24%が、 エジプト出身であった。2005年、ニューヨークは現在のイエローキャブを電気式ハイブリッド車に置き換えるインセンティブを導入し、2007年5月にニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグがニューヨーク市のタクシーをより燃費の良いハイブリッド車に切り替える5年計画を提案した。そして2010年に日産が NV200 ミニバンモデルに基づくデザインをニューヨークに 提供する契約を獲得した。マンハッタンの三輪自転車タクシー外中を走るバイカーニューヨーク市のサイクリングは急速に成長している移動手段である。2009年には1日に20万人の市民が自転車に乗ると推定され、約65万5000回の移動が毎日行われている。ニューヨークでは米国で最大のレクリエーションサイクリングイベントである。 ファイブボロバイクツアーが開催されている。これは、マンハッタンからスタートしブロンクス、クイーンズ、ブルックリンを経由し、スタテンアイランドまでの42マイルを自転車で移動するもので、アップダウンが少なく、気軽に参加できることから毎年約3万人のサイクリストが参加している。毎年500人以上の人が自転車タクシーの運転手として働いており、2005年には100万人の 乗客を輸送している。市議会は2007年に2度の投票を行い、自転車タクシーの所有者及び運転手にライセンスを与え、325の自転車タクシーの運行を許可した。しかし、この運行許可は、ニューヨーク市自転車タクシー所有者協会が訴訟を起こしたため効力を発揮しなかった。最終的に943の自転車タクシー、 事業者の運行許可が2007年の法律の欠点に対処した2番目の法律が可決された後2009年11月に発行された。今日、自転車タクシーは午後のラッシュ時に中央のビジネス地区内のエコな輸送と渋滞を避ける素早い移動のためにミッドタウンでの需要を満たしている。徒歩と自転車での移動は市内の移動のための全員移動手段のうち21%を 占めている。2000年にはニューヨークがアメリカ国内の大都市で徒歩での通勤者が最も多い都市となりすべての通勤者に占める割合は5.6%であった。比較すると歩行通勤者が2番目に多い都市であるボストンではすべての通勤者のうち 4.1%119294 人が徒歩で通勤している。シティバンク、NA は 2013年の夏に、市の自転車シェアプロジェクトで貸し出すことになる、シティバイク6000台の導入を支援した。クイーン・ニピアック大学が実施した調査によると、ニューヨーク市民の過半数がこのプロジェクトを支持していた。チャイナタウンのバス会社、ホンワーバスのチケット窓口に並ぶ、乗客ニューヨーク市には、ドルバンやジットニーなど、様々な形態の巡航式かつ、 非公公式の公共交通機関があるドルバンはブルックリン、クイーンズ、ブロンクスの地下鉄のサービスが不足している主要エリアに路線を伸ばしている。2006年にニューヨーク市議会は香港の公共バスと同様に全てのドルバンを特定の色で塗装して認識しやすくするなど、より大きな業界規制に関する議論を始めた。バンはタクシーのように路線沿いであれば、 どこでも乗降ができ、降車の際に支払いを行う。ジットニーはニュージャージーのハドソン郡とバーゲン郡の一部に頻繁にバスを運行している。特に注目すべきはニュージャージールート4に沿ってジョージ・ワシントンブリッジバスターミナルとニュージャージー州パターソンの間をスパニッシュ交通局が頻繁に運行している週間休校サービスである。 競争の激しいチャイナタウンのバス路線は、ボストンやフィラデルフィア、ワシントン DC などの主要都市へ頻繁にバスを運行している。これらの企業は、ドルバンなどと異なり、一般的なフルサイズのバス車両を使用しており、グレーハウンドやコーチ USA のような大手バス会社よりも、はるかに低い運賃で運行している。例えば、ボルトバスやネオン、 メガバスなどは最低運賃が1ドルとなっている。イースト川を渡るルーズベルトアイランドトラムウェイルーズベルトアイランドトラムウェイは1976年に開業したルーズベルト島とアッパーイーストサイドを結ぶ作動である。もともとはニューヨーク市地下鉄がルーズベルト島へ延伸されるまでの仮の路線として運行されていたが1989年に 地下鉄がルーズベルト島まで延伸された時には、ロープウェイの乗客が大幅に増えており、地下鉄に流れた乗客もいたが、ロープウェイを引き続き利用する乗客も多かったため、廃止されることなく、現在も運行されている。ロープウェイは、ルーズベルト島運営公社によって運営されている。各ゴンドラの定員は125人で、ルーズベルト島からマンハッタンまでの移動時間は5分。 運賃は地下鉄と同じである。エアインディアのボーイング747-400がジョンカイケネディ国際空港に着陸する。背後に見える第4ターミナルには LR 航空とスイスインターナショナルエアラインズの航空機が駐機してある。ジョンカイケネディ国際空港はアメリカ国内で空路からの最大の到着地となっている。ニューヨーク市はアメリカ国内において 航空便の玄関口として最大の都市であり、最も空路が混雑している都市である。2011年には1億400万人以上の乗客がジョンカイケネディ国際空港やニューアークリバティ国際空港、ラガーディア空港といった市内の空港を利用している。また、デターボロ空港は大型旅客機の離着陸に適さないことから、 個人所有の小型航空機の離着陸に使われている。JFK とニューアークの両空港は空港から市内の各鉄道機関への乗り換え駅まで空港連絡鉄道が運行されている。JFK とニューアークの両空港は長距離国内線と国際線が発着している。2004年にアメリカ国外へ行ったすべてのアメリカ人旅行者の約4分の1が この両空港から出発している。ラガーディア空港は国内線及び短距離の国際線が発着している。JFK 国際空港はアメリカ国内において国際輸送の拠点となっており、乗客のほかに貨物の取扱い量も国内最大となっている。50カ国以上の約100社の航空会社が JFK 国際空港への直行便を運航している。 特に JFK 国際空港ロンドンヒースロー空港を結ぶ路線は主要な路線となっている。空港はマンハッタンのダウンタウンから東へ約12マイルのクイーンズ・ハワードビーチに近いジャマイカ湾沿いに位置している。ニューアークリバティ国際空港はニューヨーク市街地に最も近い空港でアメリカへの国際的な玄関口としては5番目に混雑している。 2003年、コンチネンタル航空がニューワーク国際空港と香港を結ぶ空路を開設、当時世界で最長のノンストップ定期航空路のターミナルとなった。その後2004年にシンガポール航空がニューワーク国際空港からシンガポールへ直行する18時間のフライトを開始し、コンチネンタル航空の記録を破った。空港はニューヨーク州ではなくハドソン川を挟んだ向かい側の ニュージャージー州ニューアークに位置し、マンハッタンのダウンタウンからは西に約12マイルの場所となる。ニューヨークの主要空港の中でも、最小のラガーディア空港は主に国内線とカナダの各都市への国際線が発着している。名前の由来となったフィオレロ・ヘンリー・ラガーディアは1934年から1945年まで3期に渡り、ニューヨーク市長を務めた人物である。なお この空港は、騒音、環境問題から、1500マイルを超えるフライトを行う、航空機及びボーイング777やボーイング787、エアバス A350 のようなワイドボディ機の発着は、認可されておらず、1500マイル以下の短距離かつ、ボーイング757のようなナローボディ機である、便のみ発着が可能となっている。このため大半の国内線、国際線は、 JFK とニューアークの両空港を発着地としている。空港はマンハッタンのダウンタウンから約6マイル北のクイーンズに位置している。またマンハッタンにはダウンタウンマンハッタンヘリポート、東34丁目ヘリポート、西30丁目ヘリポートの3カ所の公共ヘリポートがあり、主にビジネス旅行者が使用している。基本的にヘリポートからは、 チャーター便の運航が行われているが、ダウンタウンマンハッタンヘリポートからは、JFK 国際空港へのフライトが定期的に運航されている。世界で2番目に大きい客船で、オーシャンライナーのクイーンメリーにが、大西洋横断の航海へ向けて、ニューヨークから出港する。ポストパナマックスコンテナ船が、アンカレジ水路の北端を通過する。水深の深い水路と大西洋から直接、 入港可能という自然の利点を持つニューヨークとニュージャージーの港は歴史的に米国で最も重要な港の一つであり、現在ではアメリカ南部でルイジアナとテキサス州ヒューストンに次いで3番目に混雑した港となっている。2011年には3400万トン以上の海上一般貨物を取り扱っており、バラ積み貨物は毎年5200万トン取り扱っている。 また、自動車などの車両は1年に約36万7000台が輸入され、28万4000台が輸出されている。2005年には5300隻以上の船舶が入出港している。港は急速に成長しており、2011年に貨物出荷量は前年比で5.2%増加している。スタテンアイランドのハウランド、フック海上ターミナルや、 レッドフックコンテナターミナル、ブルックリン海上ターミナルなど、ニューヨーク市側に3つの貨物ターミナルが、さらにいくつかの大きな貨物ターミナルと、旅客ターミナルが、ニュージャージー側にある。もともと貨物船は、ブルックリンのウォーターフロント、特にサンセットパークのブルックリン陸軍ターミナルに拠点を置いていたが、現在は、ほとんどのコンテナ貨物船は、ニューアーク1のポートニューアーク。 エリザベス海上ターミナルに拠点を移している。ニューヨークニュージャージー港湾公社によって運営されているターミナルはアメリカ東海岸最大の港湾施設で北、大西洋、コンテナ市場の61%を占める430万 TU のコンテナ貨物を取り扱っている。2011年にニューヨークとニュージャージーの港が取り扱った貨物は2080億ドル。 港を拠点とする上位5カ国は中国、インド、イタリア、ドイツ、ブラジルとなっている。ニューヨーク港は旅客船の主要な拠点でもある。マンハッタンのニューヨーク旅客船ターミナルからは毎年50万人以上が出国し、世界のクルーズ産業のうちの5%を占め2万1000人の市民を雇用している。世界で2番目に大きな旅客船であり、 現在も使用されている数少ない伝統的なオーシャンライナーの一席であるクイーン・メリーにはアメリカで最長の釣り橋であるベライコールーナ・ローズ・ブリッジの下を通過できるように設計されている。ブルックリン・クルーズ・ターミナルにはサウサンプトン、イングランドからの大西洋横断線が発着している。また、イタリアのバイ・ヨンヌに位置するケープ・リバティ・クルーズ港はブルックリン・クルーズ・ターミナルに 旅客船を運航している3つ目のターミナルである。ニューヨーク港の水質は20世紀後半に劇的に改善された。ニューヨークの人々はカヤックや小船で水路を航行するのを楽しむことができる。このため、この港は市内の主要な娯楽施設ともなっている。ありがとうございます。